これ、はい、6つ目ですね。はい、そうですね。はい、成人して実家から離れて暮らしており、久々に実家に帰ると親が私の部屋を掃除されており、これどうするのと言われて、紙束を渡され、なんだろうと思っていたら、中学の頃ハマっていた某漫画カッコ D グレカッコトリのオリジナルキャラの設定資料と、その頃好きだった女の子へのラブレター的なやつでした。親がこれを読んだかは今でも聞いていません。ねえ、私これ見てさ、マジで大共感しちゃった。素晴らしいですねこれね。いやこれポイント高いですよ。なかなか質が高いですね。質が高い黒歴史ですねこれは。うーん、あの子ですね、このそう D グレイマンの、これマジあるあるだと思うんですけど、D グレイマンの、まあ、あの設定というか世界観って、あのエクソシストなんですよ。もうこんなんもう中二心をくすぐるくすぐる、こんなものもう。そうなんだ。D グレイマン見たことありますか、花房さん。ないです、私は。いや、あの本当にこの D グレイマンはその、まあまあ、内容を軽く説明すると、はいはいはい、悪魔っていう、まあ、いわゆる死神みたいなやつですね。はいはい、なんかそれを倒すためにエクソシスト、まあ、実在に存在しますけど、エクソシストって、うんうんうん、なんかそれに払う、お払いをするしていくっていう、まあ、そういうアニメなんですけど、はいはいはい、なんかそれで、まあ、結構このまあマジでそもそも主人公がすごい中二っぽい感じなんですよ、見た目が。あ、あの星のなんか傷じゃないですけど、なんかこう、うん、星の傷が目元に入っていて、でわーでみたいな、そのセリフがなんか決め台詞みたいなのがあって、その、ま、その彼の主人公の名前がアレン・ウォーカーって言うんですけど、はいはいはい、アレン・ウォーカーさんの、ま、決め台詞みたいなのが、そう、あの宿る聖なる黒瀬、今闇を破壊する力を。哀れな悪魔に魂の救済を、てんてんてんっていうセリフがあるんですよ。そうで、そのまあなんかもうまずそこでもう中二心をくすぐるじゃないですか。ね、救済したい、私も救済したいじゃないですか、うん、そもそも。そうで、まあそのまあ、敵キャラと、まあ、味方のキャラと戦ってみたいな、なんかイノセンスっていうものがあって、うん、そイノセンスってなんか能力みたいなものなんですよ、うん、簡単に言うと、はいはいはい、そう、その、まあ、イノセンスっていうのを体内に取り込むと、はいはい、その、まあ、能力が発動できるようになる、はいはい、っていう、まあ、全然詳しく説明してくれてますけれども、ごめんなさい、ちょっとすいません、ね、ついてちゃいました。全然大丈夫ですよ。そうで、その、まあ、うん、そのイノセンスというものが、まあ、一個一個、まあ、設定がありまして、でそれが、まあ、うん、体に合う合わないがやっぱあるんですよ。 その、うん、それを手に体内に入れると、まあ、受け入れるか受け入れないか、うん、まあ、シンクロ率っていうのがあります、そのイノセンスの、うん、そう、そのシンクロ率が高ければ高いほど、まあ、安定して強い攻撃ができるとか、はい、安定してその戦えるみたいなのがあって、なんか多分そういう細かい設定とかを多分この人は、うん、あの自分のオリジナルのキャラで作ってたんじゃないかなと思います。よくわかりました、ありがとうございます。すいません、1から10まで説明してしまいましたけれども、はい、簡単どころがもうすごく詳しいところまで説明したいと思います。本当にぜひね、 D グレイマー今もね連載していますので、皆様単行本買ってみてください。今もやってるの、はい、今もやっています。まあ、もちろんこの D グレイマーのキャラでもね、なりきりチャットはしていましたけれども。え、ひーちゃんさ、オリジナルキャラとか作ってないの？いや